岩手県沿岸北部地震。岩手県沿岸北部地震は、2008年7月24日午前0時26分頃、JST に、岩手県沿岸北部で発生した地震。メディアや機関により、岩手県中部地震、岩手北部地震、岩手地震などとも、岩手県広野町において、当初最大震度6強を発表し後に6弱に、訂正され、 東北地方の太平洋側で震度6弱から5弱、日本海側で最大で震度4の強い揺れを観測した。その後の10月29日、気象庁は、広野町に設置した震度計に数ミリの隙間があったことから、広野町、大野の震度を震度6強から不明に訂正すると発表し、この地震の最大震度は、青森県八戸市、五湖町、海上町、 岩手県野田村などで観測した震度6弱となった。被害の特徴として同じ規模の地震と比較して建物被害が少ないことが挙げられる。幅広い地域で揺れが感じられた。震度3以上が報告された地域は岩手県、青森県、秋田県、山形県、福島県、宮城県、栃木県、茨城県、新潟県、千葉県、葉県埼玉県、東京都、 北海道、神奈川県、群馬県である。今回の地震の揺れの特徴として、揺れの長さと揺れた範囲の広さが挙げられる。はじめは小さな揺れであるにもかかわらず、次第に揺れが大きくなり、震王付近で約1分という長い間揺れが感じられた。これは地震の震源が 108km と深い、新発地震だったのが原因である。震源から、 最短距離を通って神王に最初の地震波、P 波が到達するまで 108km だと少なくても十数秒かかる。P 波が到達してから S 波が到達するまではカタカタという小さな揺れが起きるが、震源が深いため P 波到達から S 波到達までに少なくとも十数秒かかり、カタカタという揺れが長く感じられた。また、 震源からの距離が遠いと地震波が分散を起こすため、S 波で揺れる時間も伸び、S 波到達以降のガタガタという大きな揺れも長く感じられた。ちなみに、関東地方の高層建築物では、元々の地震波が関東平野の軟弱地盤によって増幅された、長周期振動の影響で2分から3分という長時間揺れが感じられたとの報告があった。また、 震度3の範囲が北海道から新潟県、神奈川県までと広かった。これも地震の震源が深かったことが原因である。震源が地表付近の場合、各都市から震源までの距離、震源距離は震源まで距離、震源距離とほぼ同じになる。しかし、震源が深くなるに従って、各都市の震源距離の差が縮まってくる。もし、震源を仮に、 地球の中心とすると、注意、地球の中心では、地震は起こらない。遠く離れた都市であっても、震源距離は全く同じになる。注意、地球の中心が震源なら、震央距離は常に0。標高などを無視すれば震源距離は、どこでも等しいが、厳密には標高などにより数十キロメートルの差が出る。したがって、地表付近で起こる地震に比べて、震源から離れていても、 地震波は、震号と大きく変わらず、大きな揺れが起こることになる。また、地震の際の断層のズレについて、断層の破壊が3回にわたって連続しておき、一つの地震波としてまとまって広がっていった可能性が指摘されている。また、青森から茨城北部の地震系で、T 小と呼ばれる特殊な地震波が捉えられた。これは、地震波が 深海海底で海水の振動、音波に変換され、海底山脈などに反射して戻り、再び地震波となって観測されるものであり、速度は毎秒 1.5km と普通の地震波に比べて非常に遅い。今回は日本海溝で音波に変換され、天皇宮間列で反射して、地震発生から3000秒後から4000秒後に波形が観測された。再演型では、 滋賀県彦根市や東京都青ヶ島村で震度1を観測した。気象庁単位はガル予震の観測回数は非常に少ない。7月25日現在で発生当日の11時28分に発生した M5.0 最大震度3の地震1回のみである。震源域が深く微小な余震を観測できなかった影響もあるもののそもそも震源の深い地震は 余震回数が少ない傾向にあり、この地震もその傾向に沿ったと考えられる。その後も、有感余震は観測されていないことから、余震活動は収束したと思われる。この地震は、東北地方などが乗っている北アメリカプレートの下に、日本海溝から西へ向かって沈み込んでいる、太平洋プレートの内部で起きたと推定されている。地震のタイプは、海洋プレート内地震。 スラブ内地震、新発地震であり、そのうち沈み込んだ海洋プレート内で起こる地震に分類される。1993年の釧路沖地震、2001年の芸予地震などがこのタイプである。このタイプの地震の特徴は、強い揺れの範囲が広いこと、揺れの継続時間が長いこと、異常震域が起こりやすいことなどであり、この地震にも当てはまる。 この地震の震源の周辺では、1987年1月9日に M6.6 の2001年12月2日に M6.4 の同タイプの地震が発生している。また、断層のずれのタイプは典型的な正断層型であり、東西方向に引っ張りの力が働いた結果、地震が発生したものとみられる。 過去の新発地震の震源を断面図で見ると、沈み込む海洋プレートに沿って二つの地震帯が現れることが知られている二重新発地震面。上面は圧縮の力による逆断層型の地震。下面は引っ張りの力による正断層型の地震である。今回の地震では、後者の下面であることを示すデータが観測された。この地震のわずか1ヶ月前に、 岩手、宮城内陸地震が発生しており、マスメディアを中心に二つの地震の関連性が問われた。しかし岩手、宮城内陸地震は、大陸のプレート内で発生した逆断層型の地震、震源の深さがわずか 8km と浅かったのに、対し岩手県沿岸北部地震は、大陸のプレートに沈み込む海洋、太平洋プレート内で発生した、正断層型の地震で、 震源の深さは1 0 8トルと深かった。つまり、空間的に見て離れたところで発生したため、同一の断層で起こったなどとは考えられず、二つの地震における関連性は薄いとの見解を気象庁は述べている。岩手、宮城内陸地震の発生によって、周囲の近くの応力が変化し、今回の地震を誘発したとの仮説は否定されていないが、 その研究発表も現在のところないため、肯定もできない。消防庁のまとめによると、死者1名、負傷者211名、重火の全壊1棟、一部損壊379棟、火災2件となっている2009年1月13日、現在、岩手県、青森県を中心に、北海道から千葉県までの8道県で被害が出た。死者人は、 福島県いわき市の病院に、同市内の64歳の女性が、検査入院中、地震に遭った。避難しようとして、ベッドから誤って転落し、頭を強打して、脳内出血を起こした。手術を行い治療を繰り返したものの29日午前2時24分に、亡くなった。地震発生が深夜であったため、被害情報が錯綜した。一部の報道特番では、 死者数十人、家屋倒壊数百棟というような情報が流れた。後に、これは内閣府の被害想定情報がそのまま報道されたことが分かり、訂正した。青森県、岩手県、宮城県を中心に、建物の天井落下、窓ガラスの破損、停電、断水、落石による道路の通行を止め、列車の運休などの被害が報告されており、負傷者も出た。 被害の傾向として、家具の転倒などによる被害が見られなかった一方、避難時に転倒するなどして負傷した例が多かったことが挙げられる。この原因として、揺れが長かったこと、深夜の発生であったことなどが指摘されている。被害が少なかったのは、観測された地震波のうち最も強い波は、周期1秒から0.1秒と短く、 木造家屋などが壊れやすい周期ではなかったことが主因だと考えられている。そのため、震度6強で想定される被害よりも、はるかに少ない被害で済んだ。また、一帯は13年前に、三陸はるか沖地震をはじめ、過去に何度か災害に遭遇していることにより、住民の防災意識が、総じて高く、それに対応するため、堅牢な住宅が多いことも、 被害が少なかった一因として挙げられている。しかし、被害に対する認識の相違が原因と見られる、観光客の減少が起きてり、風評被害の発生が指摘されている。岩手県は7月25日に、風評被害の歯止めをかけるために、岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合の、加盟施設の宿泊料金の補助やガソリン代の補助、などを協議していくことと、元気です。 岩手キャンペーンの概要を発表した。また、震度6強を観測した広野町の地震計が土手の上にあり、周囲よりも揺れやすい設置環境だった可能性もあるとされている。なお、広野町での計測震度は6.4で、もう少し揺れが強かったり、揺れやすい環境にあったりした場合には、震度7になっていた可能性もある。震度7は、計測震度6.5以上。 こういった震度と被害実態の差を受けて、気象庁は、各震度における被害状況の解説表、参考、震度を見直す検討を行っていることが報道された。その後気象庁は、震度6強を観測した地点の住民に聞き取り調査を行った。その結果、揺れている最中は張って歩くこともできなかったという、住民が多くいたため、広の町をはじめ、 震度6弱以上を観測した6地点の地震計に問題はないと発表した。だが、2つある広野町の地震計のうち1つがずれている可能性があるとして臨時の地震計を設置した。ちなみに、揺れている最中は張って歩くことができない揺れは、震度7に匹敵する強い揺れである。震度6強は、はわないと動けないほどの揺れになる。しかし、 震度6強を観測した広野町大野からわずか70メートルしか離れていない臨時の地震計とデータを比較したところ、平均で計測震度1.6の誤差が出ていたことがわかり、震度速報などに利用するには適切でないと判断し、広野町大野の震度を震度6強から不明とし、またこの地震計の情報を利用しないこととなった。気象庁の設置環境認定では B ランク、 初動対応の判断に利用する即時の震度情報で発表するには問題のない設置環境と判断されるだった。今後、全国の震度計の設置環境の見直しが重要視されている。今回の地震では、速報では最大震度6強と報道された。しかし、周辺よりも一段階以上の差が出ていたことや、同じ広野町の別の震度計、気象庁設置では、 震度5強と示していたことなどから、震度観測に誤差が生じたと見て、調査を開始した。調査員が、広野町、大野の震度計を目視して確認したところ、隙間が確認できたことなどから、誤差が生じている恐れがあるとして、70メートル離れた地点に臨時の震度計を設置し、比較することにした。その後、複数の小規模地震で観測されたデータを比較したところ、 階級で1以上、計測震度平均1.6の誤差が生じていたとして、広野町、大野の震度計で観測されたデータを無効、震度6強を不明にさらとし、青森県八戸市などで観測された、震度6弱を最大震度とした。観測後に震度を変更した例は、兵庫県南部地震、阪神、淡路大震災以来、震度6、当時を観測した神戸市などを、 実地見分で震度7に変更で、また震度計の観測に移行してからは初めてのこと。ただ、広野町、大野の震度計設置環境に隙間が生じていた理由は設置時にすでにあったのか、地震後に発生したのかは現時点では不明である。気象庁はこの地震による最初の地震波を観測してから20.8秒後に一般向けの緊急地震速報を発表した。 対象地域は0時27分26.2秒第八方の段階で北海道南西部から新潟県、福島県に及ぶ広範囲であった。仙台市や青森市などで速報が揺れの到達前に発表された一方、岩手県のほぼ全域や青森県の一部では速報が揺れに似合わなかった。この要因として震源が深い地震は前例が少なかったことが挙げられている。 岩手県広野町では、全国瞬時警報システムにより、緊急地震速報を防災行政無線で流す、体制が整っていたものの、地震の約1ヶ月前に発生した誤報の影響でシステムを休止しており、速報が流れなかったことが分かった。また、この地震で、櫛田吉が行っている、FM 電波観測による地震予知について、震源の位置、規模、 発生日時の予測が初めてほぼ正確に一致したことが報道された。しかし、経験則のもととなる実績がまだ少なく、実用性はまだないとされている。専門家も過去に的中した経験がないので、今回は偶然当たったと正確性を否定している。発生した時間が深夜ということもあり、NHK 以外で、 当直制度を敷いていない放送局では、最初は地震速報による字幕情報のみや CS のニュース専門チャンネルなどの情報を流してしのいだ放送局があった。その後、各局では報道特別番組を放送したが、中部日本放送では、この報道特別番組の編成の影響により、アニメ、いたずらなキスが割り込むなどの放送事故が発生した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。